柳船とは、第二次世界大戦において、ドイツ国と大日本帝国及び日本占領下のアジアを結んだ、ドイツ海軍のブロックドブリッカーに対して、大日本帝国海軍が付与した、一匿名称である。封鎖突破船オーデンワルトウッカーマルク、仮想巡洋艦トール、トナギ柳船は、ドイツのキールやドイツ占領下のフランスの軍港から、厳重な大西洋上の連合国軍の、 海上封鎖船を突破して、1942年以降日本が正海圏を握っていたインド洋から、長南やペナンなどの日本海軍の基地を経て、横須賀港や横浜港などを結んだ。柳船は日本の要望する精密機械、鉱材、兵器等の軍需品をドイツから運び、帰路にドイツが求める酸素魚雷や船舶エンジンなどや、生ゴム、鈴、モリブデン、タングステン、 マニラ朝、サ、コプラ等のアジア原産の原材料をドイツへ持ち帰った。ドイツから日本へは柳輸送、日本からドイツへは逆流輸送と名付けられた。一部は日本や東南アジアの日本海軍の基地に留まり、太平洋やインド洋で日本をはじめとする数軸国の活動に協力した。 その中でも1942年11月に起きた横浜港ドイツ軍艦爆発事件で有名な輸送船ウッカーマルクはインドネシアから日本陸軍の航空ガソリンを横浜港に運び1942年11月に輸送清掃中に溜まっていたガスに引火して大爆発を起こし乗組員や清掃員付近の住人に100人以上の死者を出したさらに 三菱重工業横浜選挙で整備を受けるために、たまたま隣の不当に係留されていたドイツ海軍の仮想巡洋艦トールや元オランダ船で打歩されてドイツ船績となった貨物船ロイテンが道連れとなった。なお、作戦行動中の事故や撃沈、自沈、もしくは日本での留置などにより、十数隻の内ドイツの勢力圏まで帰り着いた船は、異例ねと、 オゾルの他2隻のみであった。日本に留置された船の日本への要戦は、外国船舶による潜伏確保のために設立された、国策会社帝国船舶により行われた。ベーザーラント、イレーネ・ハーフェルラント、ドッカーバンク・オゾルのシャルロッテ、シュリーマンドスバッハ・モーゼル・ウルス・ラリク・マス・ブラーケ、アルステル・ウーファー・ウッカー・マルク、リオグランデ・キトレーゲンスブルク・ブルゲンラントドイツによる、 怒涛の構成が落ち着きを見せた1942年も、半ばを過ぎると、イギリス海軍やアメリカ海軍、ブラジル海軍などにより、大西洋上に張り巡らされた、連合軍の紹介網により、これらの水上艦にとって安全な航路は、もはやなかった。このため、ドイツより、電波単身技導入を希望する日本海軍は、大型潜水艦をドイツに派遣することを決した。これが、 県独潜水艦作戦の始まりである。戦時下のドイツ大使館、P-82 エルヴィン・リッケルト中央航論者。戦時下のドイツ大使館、P-79 エルヴィン・リッケルト中央航論者。六角前の1942年2月18日、E-155 の砲撃を受けているが、命中断なし。ありがとうございます。